しています。ただいまお聴きしていただいた曲はアフリカンシンフォニーです。高校野球の応援で聞いたことのある方もいらっしゃると思います。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。NHK の朝の連続テレビ小説花子たんの主題歌虹色です。歌手の彩香さんが歌っています。明るく爽やかな曲です。後半にアルトサックスのソロがあるので注目してお聴きください。曲はまばゆい星座になるためにです。今年の8月1日に行われた熊本県吹奏楽コンクールで演奏した曲です。10月に行われる RKK 器楽合奏コンクールでも演奏します。とてもかっこいい曲なのでぜひお聴きください。
次に演奏する曲は嵐が歌っているガッツです。この曲は嵐の二宮和也さんが出ていたドラマの主題歌です。マーチのテンポでとても乗りやすい曲です。途中でフルートとトランペットのソロがあるので、そこにも注目してお聴きください。世界中で大人気のアナと雪の女王で登場する曲です。劇中で主人公の一人であるエルサが歌っています。どんな曲か知っていますか？
こんな曲です。ご存知の方が多いと思います。ぜひ一緒に歌ってみてください。最後の曲です。